本日は、ニューヨークの老舗有名店のピザ屋さんロンバルディーズを紹介していきたいと思います。まあ、こちらのお店は、ほとんどの、観光雑誌に載っているかと思います。ニューヨーク、まあ、1905年から、ニューヨークスタイルピザの最古のお店となっておりまして、私が初めて、妻と2人で行った時には少し増しました。10分15分増しました、ね、それでもラッキーな方だと思います。ちなみに、予約はですね、月曜から木曜はできるんですけど、週末の予約は取ってないということで、頭入れといてください。さらにですね、こちらのロンバルディというお店はクレジットカードをですね、使えます。現金のキャッシュのみですね。ニューヨークではたまにそういう店があります。他にも、ピーター・ルーガー、クリントン・ベイキング・クリップ・カンパニーのランチタイム、カッツですね、パストラムの2名ですね。この前に動画にさせていただきましたけども、そのお店大体私が記憶あるのこのぐらいですかね。キャッシュは使えません。現金のみですね。ですので、全部利用したいということであれば、大体2、300ドルは現金で持っていかれることをお勧めします。まあ、ニューヨークはクレジットカード社会なので、基本的にどうでもカード使えるので、現金持っていく。行きたくない方多いと思うんですけども、まあ、こういうお店もね、実際にあるんでね、300ドル、400、500ドル、まあ、こちら個人の、判断をお任せするんですけども、そのぐらいは持っていかれることをお勧めします。それでは、店内に行ってみたいと思います。場所ですね、スプリングステーションから、そんなに遠くないですね。4、5分だと思います。歩いた感覚だ。こちらはロンバル。こちらです。覚えてください。外観、迷わない。それでは店内の方に入っていきたいと思います。はい、店内に案内していただきました。今回はね、私はマルゲリータとビールをね、注文させていただきましたけれども、まあ、ピザもレギュラーサイズを頼んでおります。この雰囲気もいいですよね。とっても店内もおしゃれになっております。そんなこと言ってるとピザは到着いたしました。本当に美味しいです。ぜひ行かれる際はね、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ニューヨークの老舗ピザ店ロンバルディーズを紹介させていただきました。またね、次の動画も楽しみにしていてください。ありがとうございました。